ありましたね。そろそろ行きましょう。朝から気持ちよかったですね。いや、風呂は、風呂サウナはマジ気持ちよかったですね。ソファーみたいなとこあって1時間ぐらい寝たんですけど、なんか沼りそうっすね。明日から行こう。いや、ちょっと毎回行ったらお金破産しちゃうんだけど毎回はできない。破産しちゃう。毎回は2400円でしたよね、はい、あ、ダメだ頭が回ってないです寝起きすぎて頭が回ってない。ショータのスイッチ。すいません、本当すいません。それで降りちゃって申し訳ないです。今日ちょっと、僕今一人で東京を撮ってて、でみんな帰っちゃったんですけど、なんかドッキリというか、変わったところを見せたいなって。買いとか、色とか、めちゃめちゃ変わりたいなと思ってて、また色、こっから明るくして大丈夫？できれば明るくしていきたいから、ちょっと家族にドッキリで、東京から帰ってきたらなんかめっちゃ明るくなってるんで。PT、今まで何回ぐらいして？本当何回だろう、もう数えられないです。3、4回ぐらいだよ。で、ちょっと落ち着いた色になってきてるんですけど、東京で変わりたいな。オッケーです。行こうか。行こうですか。うん。すいません。ブリッジ。はい。ピアスタブーなんですけど、これでピアスして帰ろうかなみたいな。ピアスで。ピアスじゃなくてね。ピアスしたら、家継ぎ物になるんですよ。あ、そうなんだ。一応こういうルールが。もう体の家族には、タブーがあって、バイク乗らない、タバコ吸わない、入れ墨入れない、もうピアスだから、あって、パチンコとか入ったら。かけごとね。そうそう。ちゃんとしたルールでよかったね。あ、そうですか。じゃあ僕もあと残り残高2万ぐらいしかないんですよ。で、日曜まで。日曜までで。でも宿泊先はある？ないです。いや、今日どうする？今日は満喫行こうかな。満喫一番いいね。で、まあまだ明日は何も決まってなくて、お願いします。いきます。うわ、すげえ、めっちゃ綺麗。あれ、かっこいい。わかる。本人降臨です。今年何食べる？飲み物です。自分からのやつで、自分からのやつで、カレーのソース。全然食べないですよね。めちゃめちゃ気持ちよかったです。今やばい。サウナゴッド行ったら困る。じゃあここ食べますか。はい。ちょっとじゃあ。
ですよ、27歳ですよ、まだ。まあまあ、でも一回買いましょう。でも買わないとね。いいっすか、うん、じゃあ、コウさん、すいません、僕たち、ごちそうになっちゃいます。あ、本当だ、嬉しい。でも、23っすよ。まだでも、これで家行けるって決まったわけじゃない。まあ、そう、うん、交渉できるから家。来た来た来た。いただきます。これで食べられてもらえるといいですね。そうですね。開いてるみたいな。オッケー、行きましょう。すいません。お待たせです。お待たせです。すいません。ウォーマーピアス開いてる。ウォーマーピアス開いてる。僕見ろ、凍ってる。お母さん。え、グッチ入ってるやん。グッチやお母さん、しかも。お母さん、一回こっち来た方がいいかも。一回、開けてる。お母さん、待って。あ、入れる。お母さん、おかしい、これ。東京行く方がいいで。お前、返せ、これ。俺、家族の気持ち。返せ。6万にして返せ。やばいっすよね。めっちゃ今回ってカードでしたよね、東京の。あーあーあーあじゃ裏切んないでくださいお前も何がハードなん。そこだけ、ほんまにそこだけやってるこれ。ほんまに観光一回もしてない。けど事務所の人からすごい伸び伸びとゆったりやっておりますって。幼稚園でしか聞いたことないな、伸び伸びと。と似合ってるんです。もう一度さ、あんちゃんそれすぐ炭治郎くらいしか許されへんから。それ炭治郎だけや、両面して。気づかへん他。髪の毛切った。そうだってわかんねえぜ、もう俺だって全部わかんねえ、俺金髪なってるやん、あと。すごい、ほんまや。彼らはもうドッキリが終わっていると思う。完全にもあれでね、はい、お兄ちゃんさっきも終わってよかったよってやってるんですけど、うん、まあ、いつもはならこのアマチュアに行っちゃうんですけど、うん、今日はちょっと一気に。あ、そう、こっちとか一切入ってないって言ってた。これは、昔の一切蒸気が出る。蒸気が出る。最近、電車とかあるのか若干ないですか。確かに、そう、手でしっかり隠して吸ってたら、ね、これでね、ドッキリをしてくれた。味どんな味ですか。バナナ。マンゴーですかね。マンゴー。
ちょっと2人トイレ行って1回髪の毛直してその写真撮るか。月入れてもらいます。ありがとうございます。え、なんや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 なんぼ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 月15万8000円。1日やで東京家賃だったから158万8000円。人に頼むと思うけど、あんたは頼むとして頼む。何やそれ。あ、もともと住まれへんけどな。あ、ごめん、住まれへんけどな。そういう気分だよ。住まれへんけどな。住まれへんけどな。生活入れてな。生活入れてな。あ、ちょっと余裕があんなったらもう生活入れてな。違う。ああもう最低や、終わりました。皆さんチャンネル登録と一気に今日お願いします。 TikTok で待ちます。終わりです。はい、終わりです。さよなら。
何もないです。いやないです。なんかやってください。本当にないんです。